皆さんこんにちは、インパートメント稲葉です。そして、鈴木総長さんです。鈴木総長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ステラチャンネル、前回が年間ベストということで今回は5回目の収録になるんですけど、前回長すぎましたね僕いやいいんです、おしゃべりなんで。いやもうで今日5回目ですよね。5回目です。はい。だから一応稲葉君の約束で、まあ、15分ぐらいには、ね、マックス15分ぐらい、皆さんもお忙しいでしょ。お忙しいからこうギュッと内容を詰めてと思うんですけれども、はい、おじさん2人が喋ってるからね、どうしてもですね、いろいろな、そうですね、しんみりしちゃったりとか固有名詞の忘れたり、あ、しんみりしたりそういうね余分なものが多いんですよ。でそれちょっと気をつけながらって言いながら、これも余分だと思いますけど、まあ、はい。じゃあそれで頑張ってサクサク進めたいと思いますはい。5回目はですね、テーマはまあ、2020年振り返り、ちょっと一回、まあ、色素音楽のリリースも含めてちょっと振り返ってみたいなと思いまして、まあ、11月28日に色素音楽がリリースされまして、去年のね、はい、去年の、うん、でまあ本当10年ぶりのアルバムということで、うんうん、まあそのなんていうんですかね、パンデミックの中で作られて、そしてリリースされて少しあのあと状況良くなるのかななんて思っていたら、うん、まさかの第3波でもっとこう、うん、もっと閉じこもらざるを得ないような状況が来てしまって、うん、発売日を11月28日にしようっていうのは、まあ、いろいろ稲葉君ともいつにしようかっていうミーティングを繰り返したんですけれども、うん、まあ2020年の11月末ぐらいには少し落ち着いているんではなかろうかというふうな、非常にこう、まあ、楽観的と言えばいいんですかね、今言うと、うん、思いと祈りを込めてしたんですが、その後12月になってまた非常にこう高まってしまったまま、うん、年を明けて2021年を迎えていますけれども、うん、まあどうなるかわからないという不確定要素が多い中で、まあ、生きていかなきゃいけないという状況になって、うんうんうん、なかなか慣れないですね。ですね、この不確定要素って今までの人生でもいろいろ多かったとも思うんですけども、うんうんうん、これは全世界レベルでの不確定なことなんで、そうです。ここまでストレスフルなこう日々が続くっていうのが本当経験がないんですよね。ないですし、うん、それが、心的にも心身ともにね、うん、影響を与えていくっていうのは、まあ、まあいろんなところで語られていることなんで、うん、ここではあえて言いませんが、うんうんうん、まああるわけですよね。はい、そうですね。まあ、そんな中でそのまあ色素音楽リリースされて、そのなんていうんですかね、総一郎さんがこういうふうに聴いてほしいとか、例えば一人での時間に一人で聴いてほしいとか、いろいろその思いを乗せて、でこういうふうにそれをどう伝わっていくのかなってリリースされた後、すごく僕も注目して見ていたんですけれども、はいはい、はい、まあ、例えばそのいろんな、雑誌関係のレビューですね、まあ、例えばミュージックマガジンさん、ミュージックマガジン、はい、とかのレビュー、これ総一郎さんのインタビューも載ってるんですけども、やはりそのこうこのパンデミックの時期にふさわしいというか、こうそのちゃんとこの時期に聞いてほしい内容だっていうことを、その受け手側もすごくそのちゃんと受け取ってもらってるなっていう実感がすごくありまして、だからそんな甘いこと言ってちゃいけないのかもしれないけど、状況は厳しいが、うん、この色彩音楽っていうアルバムにとってはこの時期に出たことは、うん、非常に僕は恵まれてるたんじゃないかなとすら思います、はい、で内容にそれが反映されたパンデミックのことが、はい、でいくつかの感想を見た中で僕が非常に感じるものがあって、これは鈴木さんは自分のために作ったんじゃないかっていうのが書かれていて、うん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 、であるがゆえに一人で聴いてほしいと言っているのであろうということがあって、うん、自分を律するためというか自分を支えるためにこのアルバムを作る必要があったんだというふう、まあ作ってる最中は夢中なので、うん、そんな客観性なんて、ないんですけれども、なんか自分にとっての音楽
それは自分の作品を作ること、いろんな音楽を聴くこと、それは同等なんですけれども、自分を支えるために音楽を聴いているんだなっていうことを改めて思いました。あ、なるほど。いやでもこのアルバムが本当にそのこの不安定な時代の中でそのなんていうんですか、この象徴する強度を持ったアルバムであるっていうレビューもちょっと僕読みまして、非常にその強度っていうか普遍、そうですね、強さというか、そうですかね、はい、まあ音的にはすごい優しい音楽ですけども、ある意味そのこの時代においてそれが一つの強度というか普遍性を勝ち得ているというのはすごくその、まあ、去年本当に春に出そうなんて言ったらどんどん伸びたりとかっていういろいろあった中でこの形に落ち着いて出せてよかったなって稲葉君とも何度もミーティングを重ねて、何度もリスケって言うんですけど、リスケジュールですね、会おうかって言ったら会えなくなったり、それは第1回目の緊急事態宣言の時のこともそうなんですけれども、まあなかなか進まないわけですよ。でも進まない中でやれることがやっぱりお互いにあって、それはそのステラレーベルっていうレーベルのことを計画を考えたり、で僕はその色彩音楽をさらに編集してより濃度を濃くする、強度ですか、を濃くするような作業をしたりしていて、まあ稲葉君は知ってるんですが、この色彩音楽っていうのは最初に作った段階での曲目であるとか曲順であるとかミックスの感覚とか全然もっと全然違うものだったんですよ、でそれを1年かけて、まあ繰り返しになりますけど、さっき言った強度のあるものだとすれば、そういうものに、つまりパンデミックに対抗していくって行こうってわけではないんだけど、何かこの意味が出るように入れ替えたり、曲を削ったりね、いろんなことを したんですよ、でその中で自分に見つかっていく、まあ、ものがあった、まあ、2020年他になんかこう振り返られて、ここにちらっとチラ見せされてますけど、はいね、これ何で、あれなんだっていうのがありますけど、これアナログ版なんですけどね、朝顔というアルバムを、これ他のレーベル、コナタラレーベルっていうのは下北沢のピアノラレコードがやってるレーベルから、まあ、これ38年前なんですよね、もうね、だから、僕、まあ、この色彩音楽は35年記念アルバムなんですけど、デビューする前にデモテープを作ったりしてたものを、まあ、アナログ版にしたんですけれども、そのピアノラレーベル、ピアノラレコードの、国友君というオーナーが非常に面白い男なので、まあ、全世界流通にしようっていうことをしたら、まあ、反応が結構ビビッドに来て、あれこんなのみんな好きなのかなみたいな、でくしくもそういうニュースと新譜を作ってる作業が同時に僕には行われていたので、なんとなく不思議な気持ちになって、38年前の自分と今の自分がそれほど、まあ、音楽的なスキルは少しは上がったはずなんだけど、音色感であるとか、好きな楽器であるとか、こうミックスの取りまとめ方とか全然変わってないんだなっていうのがこう肌とこう分かったっていうのはね、面白かったです、あんまり変わんないんですね。だから稲葉君もこの仕事をして何年目ですか？僕20年ぐらいですね。20年ぐらいでしょ、はい、その20年前はさ、はい、まあ、何も手におはっていうかこう知らないじゃない、はい、音楽業界の、そうですね、でもまあただ音楽好きでこの業界に入ったんだと思うんですけれども、はい、あんまりその時の自分とそんなに変わってないっていうか、うん、そうですよ、変われないっていうか、今おいくつか知りませんけど、その普通はこうスキルアップしてったりなるはずなんですよ、
でもなんか僕は思うんですけど、なんとなく逆行していくような、子供に戻っていくようなつまりキャリアを重ねてもまあこういうものだろうみたいな確信に近づいていくはずなんだけど、あ、一人の大人として男としてその喋り方があるんですだけどやればやるほど迷うようになってきちゃった。うん、そのいろんなことを覚えれば覚えるほど選択肢が広まるし、あ、すごく揺れるんですよね、うん、つまり A と B と C があったとして A でも B でも C でもいいっていう、うん、優柔不断っていう言い方もあるんですけども揺れるんですよ、うんうん、どの道に行ってもやり方があるじゃないかな、うんうんうん、あのっていうふうに感じるようになりましたけど、稲葉さんはどうですかね。まあ、僕はディレクターなので例えばジャケットのデザインとかをやるときに、うん、同じようなデザインばっか俺好きだよなって思うことがすごく多くて、それをこう壊したいというか、あのなんかこう自分にディレクションしてるどうしてもあの同じようなテイストになりがちだったりとかっていうのはすごく嫌な時期もあったりとか、うん、いや、分かります。すごくフレッシュな気持ちであのこういう仕事やった頃の感覚っていうのはいつでも戻りたいというかあの欲しいです。だからちょっと内面的な話になっちゃうけど、あの知らない時期は不安定なんだけど楽しいんですよ。あ、そうですね、で知ってしまうと安定するんだけどつまんないんですよ、うんうん、でそれを共存させるべきなんですよ多分クリエイティブって。知らなかった時の不安定さと知ったことによる安定を共存させていくことによって作品ができるって、まあこれ持論ですけど、うん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 、そういうのを楽しめるかどうかっていうことがコツじゃないかなっていうふうにも思うことがあります。すごい、うん、本当にすごくそれ共感します、うん、はい、それ、うん、よく最近もよく思います、うんうん、だから揺れるんですよ、うんうん、だからよりあえて不安定になるっていうんですかね、うん、まあそんな、いや、そんなこんな2020年振り返りからすごい深い話になりまして、重いですね、面白かったこれどうですかね、まあ、あのおじさん語りが長くなりがちという、あ、そうや、もう尺を縮めないと、ね、あのじゃあすみません今日はこの辺でというか、はい、あのまた次回はちょっと2021年の展望をちょっとあのお話したいと思いますので、はい、あのよろしくお願いします、はい、それでは今日はありがとうございました。